はい、じゃあおはようございます。はい、まだまだあります。ナスですね。ナス、オクラ、ピーマン、だいたい10度下回ってね、1週間ぐらい経つと終わりますね。もううちの猫ちゃんもね、手伝いに来てます。さあ、ということで、撮ってみましょうか、ね。おい、どこ行く？この時期からね、この時期からとかもう2、3週間前からずっとなんですけど、まあ秋ナスになりますね。はい、で秋ナスはね、寒さで実が引き締まってね、美味しくなると言われております。実際ね、まあその食べる人の判断なんで何とも言えないんですけど、ナスの収穫続きですね。今発見したんでね、ちょっと言いますね。ここにこういうのがいっぱい落ちてますね。はい、これスズメバの幼虫の糞です。なあ、猫ちゃん。はい、こっちですね。いました、でっかい。はい、いました。大きいです。はい、すごくね、美味しそうな。ま、困ったら食べましょう。家飲みつけてひたすら取る、ひたすら収穫ですね。こんにちは。ということで、今回ね、やってるのが鶏粉まきです。最初ね、片手を車の中で移動して、木のところにポン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 置いていって、で最初に立って、次に巻くって形ですね。向こうから徐々にやってるんでね、向こうにスタッフがいて、スタッフがこう徐々にやってる感じですね。なんで僕は切る専門で、もちろん切り終わったら反対側、向こうからやる感じですね。この作業楽に見えるかもしれないですけど、非常に重労働です。ぜひね、やる機会があったら面白いんでやってみてください。はい、ということで、だいたいね、鶏粉が切り終わったんで、今度巻いていきましょう。はい、まあ巻き方はいろんなやり方があるんですけど、木に円形に巻いたりね、こう四角く巻いたりする農家もいます。うちの場合はジグザグに巻くんですけど、じゃあやってみたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、ということでね、今日はね、
ブロッコリーをね、できたりと思います。うまくなくて、ブロッコリー巻くのはこういったフルトレイになります。ブロッコリーを植えました。この青いやつ、青い点がね、ブロッコリーの種です。でね、この青いのが農薬、いわゆるこの食べられないための農薬ですね。やるか、よいしょ、はい、はい、っていう形でね、やさぐれ農家がね、今回マルチ剥がしですね、このねマルチを剥ぐためにここを耕してるんですが、なかなかね進みません。これね、草が詰まっちゃうともうどうしようもないんですけどね、これこうだ、よいしょ、さて、今回汚れた毛取りを剥がってみましょう。これはね、栄養農水って言ってね、この辺の水をね、ウガンっていう組合がね、貯めてるところです。まあ本当は農薬用なんですけど、こうやってね、洗ってもいます。車を。ちなみにこれはね、徳島セリってとこからね、積んでる川なんで、徳島セリの上流は皆さんご存知、白州の天然水なんでね、まあこの辺の人が飲んでる水よりは高級です。じゃあ今回も、お便りコーナーね、作ろうと模索してます。はい、じゃあお便りどうぞ。はい、日本の絵はですね、ということです。はい、次どうぞ。桃が甘い理由ですか。はい、地中のカリウム成分があまりやらないのがいいと思われます。はい、次どうぞ。調べろ。以上。